私はパニコ、35歳。私は夫のユージと小学生の息子の太郎と3人で暮らしています。パニコ。どうしたの？そんなハイテンションで。実はさ、パニコにプレゼントがあるんだ。え、何？じゃーん。え、鍵？もしかしてまた車買ったの？しかもまたドイツ車？そう。実はさ、買い物や子供の送り迎えに使ったらいいくらいの小さいのを知り合いのところで見つけたんだよ。でも私にはもともと気に入って買った車があるじゃん。それにあれ国産車だし。あー、そっか。それに荷物を乗せ替えたりが面倒だし。そっか、そうだよね。じゃあこれは俺のちょい用車にするか。そうして。てかうちドイツ車一体いくつあるのよ。何台だろうね、わかんないや。駐車場ドイツ車ばっかりだから。ここはドイツなの？外国なの？わかったよ、ドイツ車ばっかり集めるのやめるよ。わかったならよし、今度は国産車ばっかりにするね。いや、そういうことじゃないんだけど。そんなある日のこと、町内清掃の時、向かいの奥さん、はるみさんがススッと寄ってきて私にささやきました。ねえねえパニコさん。はい、どうしました？あんなにたくさん車があるのはどうして？確かパニコさんのとこは3人暮らしよね。ええ、そうですが。旦那さんとパニコさんの2人しか運転できないのにあんなに持ってるなんてもったいないわよ。うちなんて5人家族で車2台しかないのに3人家族のパニコさんのうちに何台も車があるのは多すぎるわ。時々車を貸してくれない？はるみさんのところは、はるみさん夫婦と子供3人の5人家族で、子供たちは義務教育中でした。成長してきた子供たちを乗せる車が欲しかったのだと思います。すみません、この車全部夫の趣味なので貸せないんです。そんなケチケチしないでよ。いいでしょ、こんなに持ってるんだから1台くらい。夫に無断で勝手に貸すなんて無理です。すみません。私はそう言いながらさりげなく遠ざかろうとしていたのですが、はるみさんはなかなか離れてくれませんでした。以前はるみさんは他の奥さんに、旦那さんよく車買えるよね、2年に1度くらい稼いでるんだね、なんて言ってどんびかれてたのを私は知っていました。だからこそ無視していたのに、はるみさんは一方的にしつこく話しかけてきました。ねえってば、人の話聞いてるの？パニコさん、パニコチン。私はついにうんざりして、はるみさんにしっかりとお断りすることにしました。ですから、先ほども言いましたように、ドイツ車好きは旦那の趣味なんです。お金もタバコもやらない旦那にとっては唯一の趣味なんですよ。お金かかるのにドイツ車を集めるのが趣味なの？お金はかかるけど、誰にも迷惑をかけていませんよね。それに旦那的には気分や TPO に応じて車を乗り換えているみたいなんで、無駄な車はないんです。パニコさんのとこは家族が少ないんだから無駄じゃない。それって宝の持ち腐れっていうのよ。車を何台維持できるかはその家々の事情がありますし、それに旦那が気に入って手に入れた車だから貸すことはできません。はるみさんのところだって普通に考えたら一家に2台も車があれば十分だと思いますよ。私がそう言うと、はるみさんはふーんという微妙な返事を残して去っていきました。町内清掃が終わる時間になってそのまま解散しました。それからはるみさんとは顔を合わせることもなかったのですが、町内清掃から2週間ほど経ったある日、息子と買い物に行った帰り道でたまたまはるみさんと遭遇してしまったのです。私は平静な表情を作りつつ、心中穏やかではありませんでした。ねえねえ、車貸してくれる気になった？ですから、先日お話ししたように旦那の車なので貸せません。では失礼します。そう言って私は子供と一緒に家の中に入ろうとしました。するとはるみさんは息子の太郎に向かってとんでもないことを言い始めたのです。太郎くん、今のお話聞いた？
お母さんたらおばちゃんに車貸してくれないのよ。意地悪だよね。太郎くんもうちの子に意地悪されちゃうかもね。はるみさんの子と太郎は同学年でクラスが違うだけでした。太郎は内気な性格で同学年の子たちに馴染めずにいるのははるみさんも知っていることでした。それを利用して脅してくるなんて、これには私もさすがに黙っていられませんでした。太郎を先に家の中に入らせて、私とはるみさんは玄関の外で話すことに。はるみさんにイライラしながらも、私ははっきりと言ってやりました。あのですね、私にも我慢の限界っていうもんがあるんですよ。だから何なの？子供を巻き込まないでくださいよ。脅すような発言は看過できません。私はただ車を貸してって言ってるだけじゃない。家の真ん前にこれ見よがしに外車並べてさ、貸したところで減るもんでもないでしょ。気持ちよくどうぞって鍵を差し出すのが近所の付き合いってものじゃないの？うちなんて子供が3人もいてお金がかかるから、軽を買うのだってローンを組んでようやくだったのに。パニコさんは会社をこれでもかっていうくらい並べて、私たちに当てつけのつもり？うちのことを思ったら1台どうぞーと差し出しても罰は当たらないと思うんだけど、車がどうなってもいいの？子供のことが可愛くないの？はるみさんは一方的に罵声を浴びせてきましたが、言っていることがめちゃくちゃすぎて私は目が点になってしまいました。ふと我に返り、はるみさんにスマホを見せる私。実は太郎を家の中に入れた時、ボイスレコーダーアプリを起動させておいたのです。は？な、何よそれ。今のはるみさんの発言録音していますから、ご主人にお聞きいただいた方が良さそうですね。はあ？今後のご近所さん方とのお付き合いもありますしね。私がそう言うと、はるみさんの顔は真っ青。冗談よ。冗談に決まってるでしょ。じゃ、失礼するわ。はるみさんはそんなことを言いながら走って帰っていきました。私は家の中に入ってからレコーダーアプリを再生してちゃんと録音できていることを確認。ユージにも連絡して事情を説明しました。ユージの帰宅後、2人で録音内容を聞いてからはるみさんの家へと向かいました。インターホンを押すと、交代してくれたのははるみさんの旦那さんでした。子供の耳に入れるような話でもないので、はるみさんも呼んでもらい、はるみさん家の玄関前で大人4人立ち話することに。はるみさんの旦那さんに今までの経過を説明し、録音アプリを再生して聞いてもらいました。録音されていたはるみさんの暴言の数々がスマホから流れ、音声が止まるとその場はシーンと静まり返っていました。ユージがはるみさんと旦那さんに向かって口を開きました。そちらの家庭にも事情があるのは分かりますが、はるみさんの発言は理不尽で納得できません。子供に対する脅しとも取れる内容も含んでいます。証拠もあるので警察に相談しようかと思いましたが、ひとまず夫婦でしっかり話し合ってください。警察沙汰になった時困るのはどちらか考えなくても分かりますよね。もちろんその時は私は一家の主として家族を守るために全力で対抗しますので、そのつもりでいてください。普段は温厚でほわーんとしているユージの剣幕に、はるみさんもはるみさんの旦那さんも、そして私もびっくりしてしまいました。こんなに毅然とした頼れる夫だったなんて。私は密かにユージに惚れ直してしまいました。すみませんでした。これ以上迷惑はかけません。我が家の台所事情をよその家庭に押し付けるような真似をして恥ずかしいことをしました。妻には厳しく言い聞かせますが、万が一再度こんなことがあればその時は通報してもらって構いませんから。はるみさんの旦那さんは私たちに深く頭を下げて謝罪してくれました。ちょっとあなた、何謝ってるのよ。こっちが悪いみたいじゃないの。お前が悪いんだろ。しっかり二人に謝るんだよ。ちぇ、どうもすみませんでした。その後はるみさんはしばらくはおとなしかったものの、別のご近所さんにも車ちょうだいと迫っていたところを旦那さんに見つかり、家を放り出されました。実家に返品されたはるみさんが今どうしているかは分かりませんが、子供たちは旦那さんに引き取られ、旦那さんの実家に引っ越すことになったそうです。
これでようやく平和な日々が戻ってくると思うと嬉しくてなりません。ねえねえ、さすがにこれ以上車買うと駐車場に入りきらなくなるよね。ああ確かに。じゃあ駐車場を借りなきゃね。借りるって言ったってどこに？ほら近くにパーキングエリアってあっただろ。パーキングエリア？24時間止められるんだよ。しかも最大料金でずっと止めてても数百円なんだって。そんなに安く借りられるなんて最高じゃない？あれって1日目だけでしょ？2日目以降は適用されないんだよ。嘘だ、絶対嘘だよ。いや本当だよ。試しに止めてごらんよ。ユージが間違ってたら車を1台売るからね。いいよ、絶対それはないもん。やばい、3日止めてたんだけどさ。うん、いくらだったの？1万円だった。はい、車1台売却決定。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。